さんの母のムーブしてるわ、この人。いや、この間母親とね、会いまして、で、まあウエストランドさんが優勝されてから、うん、まあ初めて会ったのかな。あ、そうなんだ。だったかな。まあちょっと前の話だからね、これ。あ、はいはい。うん、で、まあその、すごいじゃない、やっぱりこうテレビに出てる回数がすごいじゃない。いや、マジですごい。だからその井口さん、まあね、お兄ちゃんですから、弟ですからマジで一生言うじゃん、そういうことですからまあ、ね、まあやっぱその話はしてくるわけですよ。まあそうだよね。こんな番組出てたよみたいな言うから、うん、あーどうだったみたいな、その面白かったとか、うん、なんかこういう時って母親ですから、うん、その井口さんがこんな番組に出てこんな面白いことをしてた、うん、あんたも頑張って追いつかないとねとか、はいはいはい、なんかそういう話かなと思ったら、うん、なんかその恋愛系の番組に出て、ああ、ね、まあ、彼女を探すみたいな感じのやつで、あったあった、で井口さんとそのなんかいい感じに話してた方が、うん、すごいいい雰囲気だったのよっていう、うん、本当に良かったねみたいな感じだったから、うん、あーもうお兄ちゃんすぎて母親のムーブしてるわその井口さんの母のムーブしてるわこの人その腹痛めた手応えがあったんだいや気持ち悪いじゃんそれいやまあでもなんかそのムーブで喋ってきて違いますからね確かに